こんにちフラワー、姫の聖火です。今年も残すところあとわずか。これが2022年最後の動画です。この動画の趣旨はズバリ、花市場のフラワーコンシェルジュは今年2022年どれだけお花を飾ったのか。常日頃からお花の魅力を発信して、お花ってこんなに素晴らしいんですよ、ぜひお花買ってくださいね、飾ってくださいね、送ってくださいね、育ててみてくださいねと言い続けてる私ですが、そういう自分はぶっちゃけどれだけお花を飾ったのか数えてみました。私は普段スーパーでお花を買うことが多いです。だいたい1回につき300円から500円くらい使うことが多いですかね。たまにお花屋さんでミニブーケを買ったり、花束を作ってもらうこともあります。結果はこちら、姫路製菓卸売市場公式フラワーコンシェルジュバーチャル姫の製菓が2022年お花を飾った回数は19回でした。月に 1,2 回ですね。これって多いんですかね、少ないんですかね。今回私はお花を飾った回数を数えてみましたが、飾る他にも送る、育てる、見に行くなど、お花の楽しみ方は人それぞれです。自分に合ったお花との触れ合い方、楽しみ方を探してみてください。そして一緒に姫の聖火と一緒に花のある暮らしを楽しみましょう。それでは今日はこの辺で、来年も姫の聖火チャンネルをよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。さようなら。